行くぞ。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。リンウェルの魔法って毎回呪文を唱えないといけないのか？うん。呪文自体に何か力があるわけじゃないけど、詠唱することで精霊力を練り上げていくんだ。時間はかかるけど、その分強い力を呼び起こすことができるから。唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだ？それはやり直しになっちゃう。集中が途切れると集めた力も散っちゃうから。そうか。じゃあリンウェルが唱え始めたら敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん、お願い。あ、でも一つ奥の手があるよ。私、詠唱が終わってもね、一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだ。それって使うときはいきなり使えるってことか。すごいな。うん、まだうまく使いこなせないけど、きっと役に立つと思うから。
この調子で行きましょう。どうな相手だな。水の光を避ける。シュミュレーション。水を避ける。宿りです。入れろ。宿りです。リエンジン。マジで最大エール。アルコールマグナレイン。決めて。アルくん、これで終わりだ。終わりだ。さらに
ビルだ。うっしゃ、やらせない。悪くなかったわ。そうかもね。手が思うように動かない。この寒さだからね。体は正直だよ。明日もよろしくな。十分休めたな。進もう。このままに
なんだったらそのまま…さっさと片付けましょう。決めてやる。炎よ、巻き込め。決めろ。危ない。空中で届くのは難しそうだ。危ない。決めて。炎を飛ぶやつか。私の音、精霊力を。また来る。やろう。終わりよ。これでみんなの力になれるかな。
片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。人と神職を共にするとか。シオンに助けられることもあった。心配はいらない。でも私たちを痛めつけてきた。シオンがそんなことをしたか。分かった。ゆっくり休んでくれ。フルル、どこかにフクロウがいるみたい。
静かね。それらしき人影も見えない。もう連れてかれてしまったのか。ねえ、村の人に話を聞くなら隠れてても意味ないよ。それにどうせ誰かしらが密告すると思う。おい、シオン。その子の言うことはもっともだわ。どうせ私たちのことは知られているんだから、こそこそするのは無意味よ。まだ敵がいるかもしれないぞ。だったら小屋まで追ってきたはずよ。ここにもう敵はいないわ。さっさと住民に話を聞くわよ。いつもあんな調子なの？よく一緒にいられるね。まったくだ。村の人に話を聞いてみようよ。なあ、おい、よし。さあ、目的地に着いたわよ。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。うん。何かあったんだろうか？いいぞ。
償いか何かのつもり。解放の後なんて考えてなかったからな。この手の話に付き合うのはこれっきりだから。力の差も測れなかった。測れなかったのね。容赦しないわよ。この調子でいきましょう。あれが例の相手に。やるしかない。やっと当たれ。燃えろ！埋もれているのもあるが、一部は使えないこともないのか。ただズーグルを追い払わないと済めないわね。それに見合うだけの場所かと思われ。
彼の仕事はまだ減りそうにないわね。さあ、目的地に着いたわよ。これでどうだ。おお。どうかね。おお。ありがとう。静かだと思ったらまだ食べてる。さあ、目的地に着いたわよ。無駄足だったのに嬉しそうね。ああ、自由ってやつが少し分かった気がした。何でもいいけど、満足したなら先を急いでもらえるかしら。
さあ、目的地に着いた。あれが例の相手みたいね。
容赦しないわよ。これはどう？振り止めておく。どきなさい。宿りなさい。この中に止めておく。どうか行かず通り。振り止め。炎よ、いたよ、頼まれてたやつが。スルルは隠れてて。行くわよ。もらった。よし、これくらい倒せば少しは安全に通れるようになっただろう。じゃあな。なるほど。